今日はですね、雪がものすごいすごいです。こんな感じで今自転車をしてますけど、なかなかこういう大きい道は危なくて押さないですね、車が通る道では。これでちょっとね、街の様子を見てるんですけど、本当に今日はすごいです。かなり危険な感じがするぐらいの、状況になってます。ここはですね、船橋の大神宮という神社に来てます。年明けの初詣なんかすごい人が来るところなんですけども、こんな感じでもう本当に関東地方とは思えないような天気になっちゃってます。やっぱり子供たちがこうやって遊んでたりします。京成電車の踏切にいるんですけども、これ多分雪でセンサーがおかしくなっちゃってるんだと思います。音がしてます。ここは千葉県習志野市にある。日頃は絶対見ないような感じの雰囲気になっちゃってます。なんか雪がとにかくすごいです。あ、でも電車一応動いてみたいですね。電車来ました。ここはですね、朝来た八ヶ岳なんですけども、雪がすごいことになっちゃってます。もう朝とは雰囲気が全然違います。これチーバーもこんな感じになっちゃってますし、すごいですね、もう積もっちゃってます。午前と午後ではだいぶ雰囲気が違うような場所になってしまいました。こんな感じです。なかなか大変です。そうそう、帰ります。ありがとうございました。